ちょっとなんか本当にマジでどこに行ったらいいか分かんなくてちょっとはみ出ちゃった。めっちゃ良かった、ありがとうございます、ありがとうございますね。衣装可愛かった、そう良かったです。そうでも本当にもう本当に昨日の夜なんか7時ぐらいに電話来て、そう明日出れるみたいな言って、あ、はーいみたいな言って、んで、その何ですかみたいな、ミュージックデイ出てみたいな、あ、ミュージックデイってなんだろうって最初思ってたんだけど、ネモハモって言われて、歌番組かと思って、そう、すごくよかった、お、よかったです。トムさんポジションやってたことあるのかな。いや、そう、トムさんのとこやったことなくて、ネモハモのその16人バージョンをやったことなくて、まずその8人バージョン、劇場でやってる8人バージョンしかやったことなくて、そうだから18人バージョンも初めてだったし、トムさんとこも初めてだったし、なんかいろいろ初めてでした。あ、夏目さん、タワーありがとうございます、ありがとう、やった。そう、たまたまスタッフさんになんか相談したいことあって、そう、言ってたんですよ。で、その今日その夏染めのリハだったんだけど、そのミュージックデーの後に、その夏染めのリハの前に時間あるから、じゃあそこで話そうみたいな、そうなってたんだけど、だから私がその暇だっていうのを知ってたから、多分それで電話してきたんだと思うけど、初めてです、お、初めまして、そんなことじゃないと思うよ、そうそうそう、京香ちゃんとかはなんかそのコロナで出れなくなっちゃった方たちのあれかな、だから昨日一昨日か一昨日リハしたらしいんだけど、そうだからその時にはもう決まってて、だからもう一昨日リハしたからさ、そう無理じゃん昨日言われて、そうだからね、本当になんか最近で一番頑張ったと思うわ、うん、今日は。そう、本当になんか、うん、ステージ初めて行ったし、あ、ここがステージかーと思ったら始まったし、おはええと思って、そう、まあね、こういう機会がね、で歌番組に出れたっていうことは本当に嬉しかったですね、うん、番組初めてじゃないんだけど、なんかこう全員で出るとか、その選抜の後ろとかではあるんだけど、その紅白とかなんかその選抜のポジションに入ってやるのは初めて、コツコツ頑張ってきてよかったね、ありがとうございます、私も嬉しかった、嬉しい、ありがとうございます、こんばんは。出
ね、嬉しかったなね、ありがとうございます、嬉しい。仰天が嫉妬してた。でも仰天もさ、あれじゃん、カウントダウン TV とか出てたじゃん、全然変わらんやん。そう、テレビであにちゃん見れて嬉しかった。あー、よかった、嬉しい。みんなの感想を聞いたの？みんな？みんなっていうのは誰ですか？あれね、見つけた時涙出た。そうそう、本当？嬉しい、ありがとうございます。そんなこと言ってくれるなんて。てか衣装可愛かったね。そう、 Y2K ファッション、そう、可愛かったね。こんばんは。泣いたよ。あ、本当？よかった。ネイルも一緒にやってた。確かに、ルーズソックスとか。そうなの、そうそうそうなの。水色、そう、水色好きだから、そう、めっちゃ嬉しかった。トムさんの衣装、トムさんの衣装とは別に、そう、トムさんが着るやつではなかったと思う。うん、なんかそのリハ映像を見たら違う衣装着てたから、あ、トムさんのとはまた別なんだねっていう感じ。お腹出しの衣装、お腹痛くなんない？いや、全然、そう、全然、そうだね、夏だし、そう、冷えるは冷えはしない。インスタにあげてほしい、あげたよ。あやちゃんがすごくお花大人っぽくなったなと思いました。あ、本当ですか？収録時間、いや、生放送だからあの時間だよ、がっちり。おめでとう、ありがとうございます。生放送って緊張する？なんかその緊張する間もなく始まって、なんかいつの間にか終わってた。でもめっちゃ緊張したね。そのメイク終わって、あと10分ぐらいでそのステージ移動しますみたいな、それは一番緊張したかも。出てくる時のハートとかはいつ決めたの？出るちょっと前かな、出るちょっと前にこの並びですみたいな言われて、そう、ね、めぐさんとだーと、そう、めぐさん、めぐさん、めぐちゃんって呼ぶんだ。もうめぐちゃんって呼ぶことにするの。そう、
明日は夏染めですね。夏染めってあれチケットなの？チケット制なの？当日券とかあるのかな？いやだからなるのピンチヒッターだからさ、いや私のファンの人いないかなと思って、どうなんだろう、分からんけど。夏染めって配信ある？去年あったじゃん。そう、めちゃめちゃコメント止まってた。おめぐとあんま交流なかった。いや前からね仲良しなんだけど、そうなんかだから会うたび、そう会うたび「あやねたーん」って言ってくれて、そう「あめぐさーん」って言ってて、そう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 、あめぐさん仲良し本当に。そう、あ、あと坂上がり公園ね、初日、あ、和田ちゃんさんタワーありがとうございます、ありがとう。そうだからあれ軽公園ね、8日、そう8日なんですけど、あとだから6日だね、そうに出ます。初日ぶりなんでもうちょっと起こさないと。そうなんです、田口キャプテンもそう、久々に田口会いました今日ね、元気そうでよかった。うん、初日ぶり緊張する。もうだって初日から2ヶ月以上経ってるからさ、ちょっともう思い出さないと。こんばんは、こんばんは。イベント行けない会社は辞めるべきか。いや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 、いやね、仕事は大事にしてください。寸劇始まってるね、あれほんと怖すぎ、怖すぎるんだけど、あれ何あれって感じ、すごいね、なんかすごいよねあれ。怖いもん、どう、なんか怖いもん、なんか逆に。あ、お父さんタワーありがとうございます、イエーイ。8はユーナも一緒ね、そうなの、あやとり、イエーイ。かユーナ大丈夫かな、最近わかんないけどね。なんか5日になんか軽公園あって、そう出ようって言ったんだけど、私が勝手に言うなに出ようって言ったんだけど、なんかその日私が無理で、あの実スケジュール的にで、それを知らんで言っちゃって、そうだから5日言うなと一緒に出れないから、そう。なんか本当にすごい申し訳ないことしたなっていう、そう出れると思ってたから、そしたらこう無理だったみたい。そうだから申し訳ないことしたなと思って、なんかそう、でも全然私、うん、そうだから元気ないのかなとかね、怒らせちゃったかなって思ってあれなんだけど、今日メールで悔しいって言ってた。そうなの、なんで。まあそうやな、いろいろあるよな。
まあまた、話してくれるのを待とうかなと思います。でもね、そこシェイプロス、え、ね、マリアちゃんと、マリアちゃんと仰天の舞台見に、え、見に行きたいんだけどさ、本当にいつまでやってる？いつ行けるんだろう。10日まで、あ、10日まで、本当？じゃあ見に行ける、見に行けそう、見に行こうかな。あれ平日は夜公演だっけって感じ？こんばんは。こんばんは。シェイプ終わってからさ、ショールームしてないよね。でもユリナはダブルキャスト、そうなの、そうなの。でも千織さんのもさ見たい、普通に。仰天さん途中で千織と交代する、あ、前半仰天で後半千織さんってこと？日曜の午前は出るよ。あ、仰天がダブルキャストだもんね。めっちゃの衣装かわいい。そう、かわいいよね。え、いつ仰天が出るの？で、仰天の出る公演の日時と時間を知ってる人いたら教えてください。どっちも見たいけど、でもとりあえずは仰天のが見たい。そう、誰か知ってる人教えてください。そう、てか見て、インナー紫なんだ。どう、可愛くない？薄紫。久々にブリーチしました、髪。前半火曜ぐらいまでと日曜の午前、あれ日曜の午前行こうかな。紫かわいい、かわいいよね。そう、やったぜ。7日行くけど仰天出る。7日は私は波動なんよ。え、波動って夕方？波動でもさ、絶対公演時間とかぶるよね。そう、波動もあるので皆さん波動来てね。7月7日七夕なので、七夕は一緒に波動で七夕しましょう。かゆ、波動行くよ。お、やったぜ。ボール取りに来てね。あ、ボールなの？ボール使うの？あ、波動のこと全然わかんないんだけどさ。いろいろイベントありすぎる。え、そうなのよ。明日夏染めだし、7日波動あるし、あとなんかあったっけな。91、なんか。なんか客席からもらう。ああ、そうなんだ。へえ。なるほど、なるほど。いいね。
ボール投げならぬボール受け取り、逆にね。あ、そうでもナルとかがなんか練り歩いてる写真とか流れてきた。来月は8の日。そうだね、忙しいですね。いやでもこれぐらい、そんな毎日毎日じゃないからね、お仕事いっぱいあるのは嬉しいです。まあそれはね、人と比べたら多くないかもしれないけど、私の中では割と多い。客からもらうボールをもらうとパワーアップ。あ、そうなんだ。バーチャルドッジボール、あ、そうだよね。なんかその螺旋丸みたいなの打ち合うんでしょ。それは知ってる。エイトの日か。いや、エイトの日っていうか、エイトの日は来るよね、絶対に。うん、その日は8月8日という日は来るよね。うん、螺旋岩。あ、そう、螺旋岩、螺旋岩意外と動くの。あ、そうなんだ。へえ。だってさ、優勝したらさ、沖縄旅行でしょ。それしかもう印象にない。沖縄と思って。だから絶対優勝する、絶対優勝したい。うん、なんでその沖縄旅行なんてもらえんのみたいな。もう本当にガチで行くよ、そんな。沖縄好きや、沖縄好きだね。別に沖縄でも何でもいいけど、なんかそんなに豪華なの優勝商品と思って。そう、プライベートで行ったことある。あ、あるよ。なんか家族と毎年行ってました。なんか中学生ぐらいまで。そう、行ってた行ってた。沖縄いいですね、いいですね。今何時か分かりますか。36分。お、ありがとうございます。沖縄で何したの。え、普通に観光、旅行、美ら海水族館行ったり、なんかそのマリンスポーツとかしたり、普通にそのなんとか街、中央街、なんだろう、なんだ、あの沖縄の有名な街並みとか普通に行ったり、で海に入ったり、いろいろやりました。国際通り、そう、国際通り、それそれ。そのようなとオリオンビール、あ、ビール飲めないからな。パイナップル、あ、パイナップルパークね、行った。ぎょうちゃん出るのは明日昼夜と7の18、10の12日。あ、じゃあ10日の12時に行こうかな。7日は絶対無理だから、うん、10日の午前行けたら行こうかな。だけど明日は夏染めなので、ぜひ夏染め来る人、いるかな、夏染め。はい、はい、ありがとうございます。当日券もある、あ、当日券もあるって。ぜひぜひ夏染め来てください。ぜひね、なるちゃんのファンの方もあのなるの気持ちを背負っていくんで、はい。
幕張、あ、そう、幕張だね。うん、幕張です。閉じ付けある、そう、閉じ付けあるんですよ。そうみたい。はい、今日も踊って明日もいっぱい踊ります。最高、嬉しい。8には公演があるし、そう、7には波動もあるし、そう、結構無理だ。あ、やばい、起こさないと振り公演の。そう、ナルオタです。お、ナルオタありがとう、頑張るね。そう、ナルいい子だよね、 LINE くれた。ナルの代わりにありがとうって。そう、全然全然ですね。稽古園当たらんのよ。そうなの？ぜひ当ててください、稽古園ね。それではランキングを読んで終わりにしたいと思います。13位 M 高さん、12位チャタ、あ、ん、13位ノリヤエネ大福さん、12位ショートさん、11位誠はエネ大福さん、10位チャタロウあやちゃんマンさん、9位 YSA73 さん、8位 M 高さん、7位ゆうた、兄弟に出会ってちょうど5年、え、お、記念日じゃん、イエーイ、おめでとう、うちらありがとう。はい、6位くまくまちゃんさん、5位ヒゲダンさん、4位安部さん、3位夏目あやね大福さん、2位和田ちゃんあやね大福さん、1位お父さん埼玉さんです。ありがとうございます。はい、というわけでありがとうございます。久々の配信になってしまった。そう、というわけでまた明日会いましょう。夏染めでバイバーイ、ありがとう、ありがとう、バイバーイ。